多摩霊園著名人研究家の尾村ですもう後ろはですね多摩霊園の正門になります、えー、ここはですね、えー、もう名誉霊域の、えー、道のところに来ておりますこの正面ですね名誉霊域と刻む、えー、日が立ってますねはいそしてここの先の方には多摩霊園のシンボル塔の噴水塔が立っております さあ、これからですね、ご紹介、お墓参り行くところはですね、山本五十六さんのお墓参りに行きたいと思います。名誉礼器のことに関してとかですね、東郷平八郎さんの動画でえご紹介しておりますのでそちらをご覧ください。そして東郷平八郎さんに次いで,ですね、この玉礼の名誉礼器の第2号として埋葬されたのが山本五十六さんでございます。 ちょうど2021年の12月8日がですね太平洋戦争開戦80年と80年目となっておりましたので結構山本五十六さんに関するですね特集の番組が多数ありましたので、えー、お名前知っている方多いと思います、えー、山本五十六というね言えばね連合艦隊司令長官として太平洋戦争の口火を切る ハワイへの真珠湾攻撃を計画して指揮した人物でございます、えー、奇襲攻撃は卑怯ではないかという見方もありますが当時の日本が大国アメリカに勝てる賞賛はほぼゼロに近くそれは軍部の誰もが知っていることでございましたできるならば戦わない方向で外交も続けておりましたがしかし 石油の輸出を止められ無謀ともいえるアメリカ側の要求を受け入れることができなかった日本側はやむを得ぬ判断をせざるを得ない状況まで追い詰められましたそこでこの山本五十六さんが発案されたのが短期決戦で講和に持ち込むための第一作戦である真珠湾攻撃となりました真珠湾攻撃でアメリカの出花をくじく大勝利とされておりますが アメリカ現地の外交官との連携ミスで、宣戦線布告が攻撃後になってしまったことや、真珠湾攻撃の目的であったアメリカ側の空母に打撃を与えることはできませんでした。結果、物量すべてに勝るアメリカ側は態勢を整え、そしてミッドウェー海戦の日本側の敗北を機に、講和のタイミングを見誤った戦争はですね、泥沼化していく結果となっていきました。 その真珠湾攻撃の発案者でもあり、指揮をして、またミッドウェイ作戦も指揮をして、えー、結果惨敗になってしまいましたが、この太平洋戦争の起点となる戦いを指揮したのが山本五十六さんでございます。この名誉礼儀の第2号でございますので、えー、名誉礼儀はですね。7区特殊市側と表記されまして、1番が東郷平八郎さん、そして2番がですね。山本五十六さんです。 でもう一人3番が小賀一さんでございますこの3名の、えー、方のお墓しか、えー、建っておらずですねその後は、えー、名誉礼儀にお墓が建立されたことはございませんではちょっともうすでに向かっておりますが、えー、山本五十六さんの、まあ、ご経歴を、まあ、ざっと簡単にですね、えー、ご紹介していきたいと思います えー、まず山本五十六さんはですね新潟県長岡市のご出身でございます長岡藩士の高野定義さんの六男として生まれましたこの定義さんがですね56歳の時の子供であったため五十六いわゆる五十六と名付けられたそうでございます、えー、武士の家の子は武士になると軍人を志してですね1901年明治34年ですが海軍兵学校 第32期にですね200名中2番の成績で入校されました。同期にはですね修正の中となる彫亭蔵さんらがおりました。将位候補生の時にですね日露戦争に従軍されております。そして日本海海戦に参加しますがこの時にですね左手、えー、人差し指と中指を欠損そして左大腿部に重傷を負われております。 海軍大学校に通っていた三十二歳の時に。子爵の牧野忠厚さんがですね。旧長岡藩家老の山本建脇で断絶していた山本家を相続する形で。仮名をですね、再興する話をいただき、受諾されました。千九百十六年九月二十日付でですね。高野五十六から山本五十六へ改称。 改正しましまた同年11月に海軍大学校第14期を卒業そして翌年にですねお見合いをしました三橋玲子ささんとご結婚されました軍人としての山本五十六を語るキーポイントとしてはですね2度のアメリカ留学で現地を視察してアメリカを熟知していたという点と師匠と呼ばれるほど先見の目があり 未来を予測し現状を客観的に見て分析できる能力に長けておりましたしかしですねことごとく山本一六さんのですね発案や考えは軍部の中では異端児とされ反対され煙たかられる存在でもありました1919年に初めてアメリカ駐在を受けてハーバード大学に留学した際にこれからは船から飛行機の時代にが到来すると感じました 1924年にはですね砲術からですね航空へ転嫁しまして霞ヶ浦海軍航空隊共闘兼副長に着任をしております自らもですね、えー、航空機の操縦を習いました1935年12月2日海軍航空本部長に任命された際には日本の航空力強化に乗り出しております 面白い逸話としてはですね、航空搭乗員の資質は入隊後半年以上の訓練を経なければですね、分からず人材登用に苦慮していたところ手相や骨相,骨相です、ね、を鑑定するだけで80%以上の確率で適任者を見抜くことができる人相占い師の水野義人さんを知り海軍航空本部嘱託に採用し航空搭乗員採用試験の際に 鑑定させてですね採用不採用の参考にしたとそんなような逸話もあります。1930年に海軍航空本部長技術部長に就くと航空主力を強化に推し進め国産機製造を推奨、日本海軍航空機の発展に尽力しました。はい到着しました山本。 伊佐六んのお墓でございます。はい、正面に、えー、山本伊佐六墓がございますね、えー。元水海軍大将、正三位、大勲位、功一級、山本伊佐六墓と刻まれております、えー。ちょっと見えませんが裏面にはですね、昭和十八年四月に戦死したことが刻まれております。 墓石の字はですね、与内光雅さんが書した文字となります。こちら右側にですね、えー、日も立ってます。これは恩、えー、類の日と言いまして、えー、類はですね、祈りごと忍びごとという意味です。個人の生前の功績を称え、昭和天皇からその死を悼む長寿を賜ったという意味でございます。 これを記念した恩、えー、類の日というのが立っております。墓所はですね、えー、この左側に山本家の墓もございます。はい、この正面ですね。正面に洋方の山本家の墓があります。外見えませんが裏面にはですね、昭和45年3月に混流したということが刻まれておりまして、左側にですね、えー、墓子もあります。 ちょっと後で、えー、また紹介したいと思いますが、こちらは長男のですね山本義正さんが、えー、建てたお墓でございます。伊佐六さんの奥様の山本つや子さんもですね、えー、眠っております。ちょっと後ほど紹介します。えー、山本伊佐六さんのですね、えー、紹介の続きをしていきたいと思います。 山本五十六さんはですね先ほどもあの紹介した通りですね未来を見て発案する言動さまざまにしているんですけれどもどうしてもですね軍部とかですね上司の方々からはですね反対されてしまっております山本さんがアメリカ現場を見てですねこれからは飛行機の時代だということでその飛行機の重要性に対してもですね 軍部は、えー、まだまだ船にこだわっておりましてえー、大和型戦艦建造計画を推し進める対艦巨峰主義をですね。進めていきました。1929年昭和4年のロンドン軍縮会議に自席随員として参加した際にもですね。この軍縮案に強硬に反対してですね。対米7割を主張し続けたんですが、結果的に日本外交団が。 この五十六さんの意に反してですね軍縮条約に調印をしました1936年からは長この時南シナ海の海南島を占領する計画が閣議了承された中でもですねこのイソロ六さんは英米の反発を招くと反対をしました。 しかし結果的にはは日本軍軍実行しましししししままて海南島を軍事占領をしましたしかし東南アジアに多数の植民地を持つ欧米列強との関係は一挙に悪化することになりましたそして日独・イ・三国同盟の締結に対しても最後まで反対し続けましたヒトラーのドイツと組めばアメリカとの仲が悪化するとの判断でございましたが右翼勢力を刺激して 暗殺されそうにもなりましたそのように、えー、ちょっと山本五十六さんもですね本気で日本のことを考えての発案だったんですがどうしてもかみ合わず米、えー、内光正さんは、えー、海軍の中央にいるとですね本当に殺されてしまうかもしれないと思い遠ざける人事を行って1939年8月30日第26代連合艦隊司令長官に就任するという流れになります。 1940年ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発すると再び日独伊同盟交渉が開始されました五十六さんはですねそこで日独伊同盟を不可とする理由の資料を準備してもしアメリカと戦うようになれば日本に勝算がないことを示す資料も持参して訴えましたがかなわず結果的に日独伊三国同盟が締結されましたこの結果日本ドイツイタリアと えー、組むことになったわけですので、自ずとですね。アメリカやイギリスなどが他国。その他他国のですね。国々は敵となったわけです。こうやって日本は太平洋戦争に。まあ流れていくという形になります。アメリカとの戦いがもう避けられないと悟った山本五十六様ですね。 どう考えても勝てない大国に勝つためにはどうすればいいのかを本気で考えますそして苦肉の策ですが真珠案攻撃という案が生ままれたた形になりましたそしてミッドウェイ海戦を発音したんですけれどもそちらはうまくいかず敗退します。これを起点にですね、えー、劣勢に立たせる形になってしまいました日本軍。 その後も噴戦が続きましたが1943年4月7日ソロモンおよび東部ニューギニアのえ敵戦団航空兵力を撃破するため山本五十六さん率いる連合艦隊が独自で立案した作戦、囲号作戦を決行し久しぶりに勝利をします。この異号作戦終了後 ブーゲンビル島、ショートランド島の前線航空基地の将兵をねぎらうためにですね山本五十六さんは現地に赴きます4月18日午前6時五十六さんを含めた連合艦隊司令部は第705航空隊の一式陸上攻撃機2機に分譲してヤバウル基地を発進します五十六さんは1号機そして動きまとめさんら 三望町は2号機に登場しましたこの宇垣まとめさんもですね、えー、タマレーンにお墓あるんですね20区1周8側18番ですまた別の機会で紹介したいと思いますこのように、えー、1号機と2号機に分かれてですね、えー、そして、えー、ラバウル基地を発進しましたしかしですねそれらの行動すべてアメリカ軍は傍受しておりましてそして待ち伏せをしていたアメリカ軍に攻撃をされ 一号機二号機とも撃墜され墜落していました。二号機はですね海面に墜落したためまあ宇垣まとめさんらは命が助かりました。一号機はですね翌日え発見されます。そしてイソログさんら含む全員がですね搭乗した全員が亡くなりました。 イソロクさんの遺体はですね機体の傍らに放り出されていた座席に着座し右手に軍刀を握ったまま大全としていたとのことでございます全員がですね戦士扱いとなって、えー、なりました歴代の連合艦隊司令長官の唯一の戦士だともなりました山本イソロクさんは去年59歳でございますこれらの一連を 海軍工事権と言います。遺体はラバウルで火葬され、木箱の底にですね、パパイヤの葉を敷いた骨箱に納められました。イスロクさんの死は約1ヶ月間一途とされてですね、遺族には4月20日に戦死が伝えられましたが、まあイスロクさんの死が公になったのは遺骨が内地に帰還した。 前日の5月21日に大本営が国民に伝えましたこの時国葬になることも発表されましたそして5月23日に遺骨が東京駅に到着6月1日に山本五十六さんのご自宅でお通夜が営まれました喪主はですね長男の山本義正さんが務めましたまだ学生の身であった山本義正さんです ちょっと後ほど、山本義正さんについても紹介したいと思います。六月五日、えー、国葬が行われます。葬儀委員長は、与内光正さんが務めました。この六月五日というのは、ですね。えー、この多馬霊園の名誉霊域の第一号でもあります。東郷平八郎さんの国葬も、六月五日だったんですね。山本五十六さんも同じ六月五日に取り行われました。そして、この山本五十六さんは、ですね。 皇族とか家族ではない平民が国葬された初の事例となりますこの国葬の様子はですねラジオで実況中継されました国葬の場所も東郷平八郎さんと同じ日比谷公園で葬儀が行われます一般市民の拝礼には人々が殺到したため約1万人で打ち切りになりました そして打ち切った後、と多摩霊園に運ばれましたが日比谷公園からこの多摩霊園までのですね、沿道は途切れることなく市民が参列されましたなお、ですね、この多摩霊園が本場家ではございますが、えー、生まれ故郷の郷里、えー、長岡にもですね、えー、分骨されましてですね、遺骨は分骨されております。 6月18日にですね、文、えー、骨の遺骨は郷里の長岡に出発されたという記録が残っております、えー。ちょっとですね、ざっと駆け足でございましたが、山本五十六さんのご紹介でございました。さあ、このご長男のですね、えー、山本義正さんの、えー、ご紹介もしていきたいと思います。こちらか お墓ですね。ちょっと入り口がこのように、えー、止められておりますので、えー、ちょっと中には忍びがたいので、えー、外からのご紹介になっております。こちら山本家のお墓もございます。ちょっとご長男の山本義松さんのご紹介をしたいと思います。 山本義松さんは、えー、昭和平成期のエンジニアであって貯術、貯術家でもございます。山本一六さんのご長男でございます。最初、父と同じですね、海軍軍人を目指していましたが、えー、病気やまあ極度の禁眼などでですね、そういう理由で、えー、断念しておりました。そして断念してですね、成計高等学校、えー、理科高類に進み、勉学に励んでいたときに、 さススさんが戦死されまます。す。国葬の模を務めておりますその後東京帝国大学農学部に進学をして、えー、そして席を置いたままですねやはり父の願いであった海軍に志願してパイロットを目指すことになりますなんとかですね、えーまあ、病気の体調も良くなりました、えー、ので えー、なんとかこの1945年海軍整備予備学生としてですねこの10期生なんですが、えー、として厚木第302航空隊に着任することができました、まあ、これからねあのそれで訓練をしていこうと、えー、していた矢先赴任して1か月もたたずして終戦を迎えます戦争が終わりましたので東京帝国大学農学部に復学をして卒業されます そして同大学の大学院も修了されました卒業後は水産製紙電子機器会社の開発研究エンジニアとして勤務されました1965年5月5日に母親山本一六さんの奥様の玲子さんが亡くなります 私、つやこさんって紹介してましたよね。これ、礼子さんです。礼子さん、えー、礼子さんが亡くなります。1965年5月5日えー、礼子さんが亡くなります。その同年ですね。阿川博之さんが著した山本五十六という本が刊行されました。山本五十六さんはかなりの筆まめでありまして、手紙をたくさん残しております。そして。 えー、その本にはですねこの五十六さんの愛人関係やその多くの手紙が公にされております。まあ、当時のことを振り返る、えー、遺族としてですね、えー、この山本義正さんこういうのが公になってこのようにコメントをしております。はっきり言って山本家としては大変迷惑をしましたと述べています。 えー、吉松さんはですねちゃんと遺族の目線として1969年父山本磯六という本も刊行されておりますはい簡単でございますが山本吉政さん山本家の、えー、ご親族の、えー、ご紹介もさせていただきましたはい、では、えー、ちょっと入れませんので、えー、合唱をしたいと思います 山本五十六さんと山本家の方々のご紹介でございました。以上でございます